どうも、昨日の大会ご苦労様でした。皆さんトレイルランニングとはいかがなものかっていう話が結構あると思うんですけども、私は、日本におけるトレイルランニングの方向性として日本山岳協会のですね、競技部の競技委員会トレイルランニング小委員会からっていう形で、提起させていただきたいと思います。今日は日山協の会長の佐藤さんもいらっしゃっておりますし、ぜひとも日本においてナショナルセンターをどう確立するか、競技として、どう方向性を見せていっていくのか、それから選手の皆さん国際的に今動いている中にどういった形で日本として関わっていくのか、また先ほど言いましたように子どもから、トップアスリートまでのどう保障していくのか、あるいはまあプロとして、行く場合ですね、他の競技団体がどういった形で、プロとしてやっていくのか、それの保障をどうするのかっていうのを、日本体育協会等で、提起されております。そういった意味も含めて、お話ししていきたいと思います。2008年、これは長い間国体でですね、山岳競技がなくなってですね、トレイルランニングっていうものが、まあ、国家的に動き出そうとしているときに亡くなってしまった時期にですね、再度私たち日本山岳耐久レースを行ってたんですけども、22年前、国体の選手を育成するっていうのが一つの目的だったわけですけども、せっかく世界的なまして日本においてもブームになったときに、国体の中からいわゆる重装競技と言われてたあれがなくなってしまったという時期にですね、もう一度日本山岳協会の方にですね、提起した内容です。まあトレイルランニングの定義や規定の創設、用語の統一ですね、それから大会の基準作り、公認されたり等々あります。こういった意味で先ほど言いました最後のこのトレイルランニングのですね、ナショナルセンターをどう作っていくのか、どこに作るのか、世界的にはっていうかヨーロッパでは UTMB などは、フランスのアスリート連盟が後ろについているんですね。日本の場合は、今ナショナルセンターとしてのバックアップが一切ない状態で、競技が進められている。これを何とかしてやっぱり、一本化していかなくちゃいけないんじゃないか。日体協のですね、資料なんですけども、日本のスポーツ組織っていうのはどうなってるのか。国際オリンピック委員会があって、流れの中に、日本体育協会があり、その下に各都道府県の体育協会があり、それぞれの団体があるというのが基本です。私はトレイルランと山岳競技の他にトライアスロンもやってるんですけども、これも新しいスポーツですね。やっと正式、国体の正式種目になる。で地域においてですね、例えば東京においても競技団体としてどう認められるかっていうのが、ほんの去年やっとオリンピック種目ですけども、去年やっと認められたっていうのは、日本においてやっぱり古い体質が残ってるんですね。でもこれを突破しない限りやっぱり国際的な競技として、そしてまた日本において競技として確立していかないと、やっぱりスポーツ行政の中にトレイルランニングをどういうふうに、はめ込んでいくというか方向性を持って、いかなくてはいけないんじゃないかということですね。そういった中において、日本の山岳スポーツとしてある基本がですね、
公益に、去年になりました、日本山岳協会というのがあります。国際的には UIA 国際山岳連盟で、まあ、クライミングあるいは山岳スキー、アイスクライミングの選手権、それから山岳スキーの選手権もやっております。先ほど、松本さんが言われた、スカイランですか、あれも UIA に、加盟しております。また、一昨年ですか、国際、トレイルランニング協会も発足してですね、第1回は岩瀬さんも、シャモニーで、行われた会議に出ております。去年からはうちの方からも今日来ております長島国際部長が出てですね、今後やっぱり国際、トレイルランニング協会と一緒に、国際化の、ルール作りっていうのを、共にしていければというふうに考えています。でその前にですね、なんで日本山岳協会かという問題ですけれども、日本山岳協会は、国民体育大会にですね、山岳競技っていうのがあったんですね。先ほど言った2008年まで、およそ30年間にわたって、重装競技を行ってきました。まあ、もう一つクライミングもありましたし、トーサっていうのもあったんですけども、今はそれがなくなって、クライミングと、まあ、ルーダの、クライミングのみになってしまう。ボルダリングと2種目なんですけど、その前に、このような形でですね、17キロのザックを背負って、山岳を走る競技がありました。これはまあ団体で、後半は3人の団体か各県3人の団体で、出てですね、で選手が2名で各県で、1名がトレイルランニングの専門家で、1名がクライミングの専門家で真ん中が両方できるっていうような形でやってきたんですけども、手っ取り早く、走るのは陸連の方から連れてきたりいうのがありまして、二次産業おかしいんじゃないかっていうのが日体協の方から言われてきたわけですね。そういうのに対して、まあ、神楽さんはじめ、国体の選手がここに多く、いらっしゃると思いますけども、国体から山岳競技がなくなった途端、日産業は、まあ、走る連中をほっぽり出してしまったというような無責任な体制もあります。これやっぱりどう、拾っていくかというのが、大きい問題だと思っております。これが最後行われた2008年の秋田国体ですね。この時に優勝したのは、後藤さんですか、山梨山岳連盟から出てた後藤豊さん、今自衛隊で頑張ってますけど、こんな感じで、30年前から脈々として山岳競技っていうのが、国民体育大会の競技として進められてきた。それを、各県に、一巡してきた主催、各県でも主催してきたし、選手も各県から出してきたっていう実績があります。この国体の山岳競技のもとに、トレイルランニングをあるっていうことは、これ紛れ目のない事実だというふうに思っております。まして、トレラン、国体の選手を養成するはずの私たちの大会が22年前から始めて、それがブームになった途端、なくなってしまって変な矛盾になって、しまったわけですけども、それで先ほどルールがどうのこうの自由な形でっていうふうに言われましたけれども、やはり組織を作り、そして方向性を定めてですね、行くためにはある程度の指針が必要だということです。それでがんじがらめにしてしまうと確かに全体を把握できないということなんですけども、
この指針は国際、トレイルランニング協会で出している国際的な基準を日本並みに、要約したものですね。まあ、当たり前のことが書いてあるんですけども、この指針を、日本山岳協会のトレイルランニング委員会の方から提起して、全国の山岳連盟の方には提起しております。最後にこの責任として、皆さんが言われている事故等のあれも入っています。自然保護の関係も含めてですね。で、結論から言いますと、トレイルランニングのナショナルセンターをどう創設するかというのが基本です。まずは日本山岳協会に位置づけて、先ほどの言うように、国の認められた文科省の系列ですけども、そこに行って、で来年度はスポーツ庁が発足するのがほぼ間違いないというふうに言われております。で東京オリンピック・パラリンピックをもとにですね、各競技団体は、今まで先ほど障害者の方がどうのこうのと言ってましたけども、パラリンピック、要するに障害を持った人を、スポーツを持った人も、同時にやってくれやりなさいっていうのが国の方向として定められていくんですね。で私たちの大会も今年から障害者をどうやっぱりトレランの中に、組み込んでいくんじゃなくて、どう共に楽しんでいくかというような形で研究を進めております。それはもう今日来ておられるいろんな主催者の団体の方も同じだと思うんですけども、それは避けておれないというか、特に東京オリンピックまでに進めていく。また先ほど国際スカイランの方で言われてたんですけども、国際テレランニング協会のですね、でもやっぱり、オリンピック競技というような形で進んでおります。世界ランク付けが今進められていると思うんですけども、でトップアスリートが海外に行く場合、やはり、選手として、国がやっぱり補助していかなくちゃいけない。で国を補助して、このトレイルランニングっていうスポーツをですね、スポーツ行政の中で位置づけて、国家が補助していくというのが一つの大きい、方向性ですね。このためにはやはり、日本テレビ連絡協議会というのを作ってですね、専門的な日本の組織として、国、そのスポーツ庁の中に認められるなっていう、スポーツ行政の中にどう位置づけるかというのが重要だと思っております。具体的には7月26日、実施という形で、これから呼びかけていくつもりですので、今日お集まりの方ですね、全ての皆様が、お集まり願って、日本におけるナショナルセンターを作り上げていきたいと思っております。これに伴って日体協の、スポーツ指導者仕事スポーツ指導者制度をトレイルランニングの中に入れてですね、教えるための一つの基本的な指針を作っていかなくてはいけないし、それからまた、競技ルールですね、ルールも今ある程度まで固めてありますので、その基本的なルールをどう、全体のものにしていくかって問題も出てきます。いろんな形であるっていう先ほど言いましたけども、例えばトライアスロンでもルールが一つありますけれども、各地いろんな形でやっぱり自然を相手にするスポーツですから変えております。それはローカルルールとして自由に作っているわけですね。そういった先駆的な競技団体からですね、ノウハウを学んでですね、トレイルランニングの競技を進めていきたいというふうには考えています。
それと、プロの皆さんには先ほど言ったスポーツ指導者の制度の中にですね、教師制度ってありまして、例えばテニスだとか、あとスキーですが、そういうところはもう教師制度が結構進んでるんですね。山岳の、プロガイドは、まあ、なかなか進みませんけども、進まないところは、まあ、柔道とかそういうところは、まあ、なかなか進まないっていうのがありますけども、一応、日本においては、公認の スポーツ、指導者制度というのがあります。そこに、これからはトレイルランニングをどう位置づけていくかっていうのも大きい問題だと思うので、皆さんと共に、規範作りをですね、共に考えていけたらというふうに考えています。先は大きい問題ですけれども、やはり一つにまとまって、国の中にトレイルランニングを位置づけていくということを皆さんで考えていけたらと思いますので、ぜひ、7月26日、共に歩めたらと思いますので、ここで呼びかけていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。質問でありますとかご意見、今のお話にございましたら受けたまわりたいと思いますが、まあ、いかがでしょうか。はい、そしたらカメラの前をお願いします。すいません、今の7月26日どんなタイトルでどんな内容がされるのか、ぜひもう一度教えていただきたいんですが。まずは先ほど、出しました指針ですね。それに対する、まあ、この指針は、国際的なルールが今進行しておりますので、それと日本の皆さんとの、すり合わせ、そして、組織ですね、全体的な組織をどう作っていくのかという問題が提起されるというふうに考えています。具体的には、まだまだいきなり、ドンと上から行くのではなくして、ね、いろんな方の情報を得て、この連絡協議会がどういう形にするのかというのは検討課題だと思いますので、まだまだ本来でしたら各市町村から組織化して、ずっと上に上げていくというのが本来ですけれども、こんだけ大きな各大会が行われておりますし、地域でも運動が進めてられていると思います。それの、まず一堂に会して、どうしようかっていうぐらいでいいと思います。まずは皆さん集まって、まあ、今日の趣旨もそうだと思うんですけども、スポーツ行政の中に位置づけた、お集まりっていうふうに考えていただけたらと思います。もしよろしければ、その なんという 会なんでしょうか。それごめんなさい、私がちょっと聞いてなかったのかもしれませんけど、仮称ですけど、すいません、そこ見えなかったらごめんなさい、はい、分かりました、すいません、失礼しました。まだまだ仮称です。もう一問ございましたので、頂きますか。一番参考になるポイントありがとうございます。今日の資料というのはどれだけ大丈夫ですか。はい、資料は基本的には皆さんからお預かりしまして、私の方でウェブサイトの方でこの後無事に公開いたしたいと思います。はい、ありがとうございます。この後懇親会もございます。そこでもちょっとご意見いろいろお交わしいただければと思います。よろしくお願いいたします。何かございますか。よろしいですか。ありがとう、宮井さん、ありがとうございました。では続きましてはですね、ちょっと準備いたします。